おはさぎミータもコンタクトつける？どうも、まきろです。今日はですね、借金持ち貧乏人男である私の休日に映画を見に行く一日を見ていただきます。僕は無料の会員入っているので、通常1回映画見るのに1900円払わないといけないのを1400円で見ることができるので、かなりの節約人だと思っております。僕はストレス発散法の一つとしては映画を見に行くことなんですよ。天井がすごい高いね、開放的な空間で、すっごいそれがね、幸せなんですよね。映画行く前には絶対ヘリを剃っておく。これ大事。僕はモーニングファーストショーで見に行きます。今日も一日よろしくお願いします。よっしゃ。食べよう。6時42分です。マジで映画見に行きたいから早めに起きたんですよね。いただきます。よっ。10時41分でございます。まだ実際バイトの日だったら店も開いてない状況なのにもかかわらず、今日一日でまあまあな経験をさせていただきましたよと。朝8時10分だと思ってなかったし、実際映画見始めて思ってた映画とは違うやつ見てたんですよね。ちょっと失礼なんですけど、最終的には良かった話なんですけど、最初はあーちょっとこんな映画間違えちゃったなーって思ってたんですけど、でも見るにつれてめちゃめちゃ面白いってなって、結構果最後まで見たんですけども、まさかのあの映画、前編後編に分かれてるってことで、前編だったんですよね。後編が2022年のどっかで上映されるってことなんですけども、絶対見逃せないですよね。マジでめちゃめちゃ面白かったですね。なんか、展開みたいな感じで、すごい展開があって、すごいワクワクするような内容でしたね。お客さんがね、僕以外にあとおじいさん2人だったんですけど、ゲームの中の世界の映画だったんですけど、おじいさん2人は分かったんですかね。そこがすごい謎です。朝っぱらから留守番ありがとうね。これ好きなタイミングで出てくださいね。もしかしたら僕の世界一可愛い彼女が今日仕事終わり家に来てくれるかもっていうことで、この昼の間に覚醒して男を磨いておこうかなと思います。はい。Oh. 5時1分です。ランニング行ってきますね。近くにランニングコースがあるんで、週1回でランニングをして、ちょっとかっこよくなってきますわ。なでなでされてよかったね。あんたが羨ましいわ。これからも仲良くしてね。頼むで。目やにがやばいわ。ご視聴ありがとうございました。現在が0時22分映画見に行って、その後に彼女が来るっていうことで必死に男を磨こうっていうことで筋トレだったりランニング、あとはまあ動画に映してないですけどネタ書いたりとかいろいろしました。彼女と最高の一日を過ごした。もう最高ですね。幸せだな。本当に嬉しいな。もちろん彼女のことはものすごい大事にしたいし好きです。でもやっぱこういう気持ちになったのも全てタイミングだと思っているので、過去の動画でもお話ししてきましたけど、僕は本当にクズな人間だったんですよ。でもいろんな人を傷つけてきた、でこれからもそういう人生を歩んでいくんだろうなって思っていたんですけども、なんか本当にいいタイミングで出会ったんでしょうね。それに尽きますね。そしていいタイミングで出会って、その方のね性格の優しさで僕はもう本当にこの人のことをもう心の底から会う旅も楽しませたいし、ときめかせてやりたいとか思ってますね。もう毎日いい自分で出会いたいとか、そういう前向きに相手を思いやる気持ちなんて今までの人生で一度も経験がなかったから、聞こえはすごい悪いと思うんですけど頑張ります。彼女にもいろいろ人生のこととかも教えてもらいながら頑張りたいと思います。年上の素敵な彼女さんです。もうありがとうございます。ちなみに映画に関してはねめっちゃ面白かった。ただね唯一あーって思ったのがまさかのね前編後編分かれている2部構成の映画なので絶対に後編を見逃してはいけません。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは借金男貧乏人の節約術 Vlog 動画たくさん更新していくので、参考にしてくれる方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも SNS、Twitter、Instagram やってるので概要欄からチェックしてフォローしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。